やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナー40回目でございます。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。個人家庭の申し込み方法、動画概要欄とツイッターに書いてあって、ツイッターで、のこのアカウントで、この日空いてる、空いてないよというアナウンスしてます。今日はもうここ、はしょります。早く占いたいから。押し出し、はしょる。ズバッとタロットをアマゾンとかで売ってるよとか、くらい言うとか。はい。質問。まず、時系列で読んでます。質問の早い順に読んでます。まだ9月下旬とか10月上旬だから、なんかね、もう結果が出ちゃったやつとかありますね。はい。で、リクエストは、リクエスト大募集の動画コメント欄に書いてくださいませ。この動画のコメント欄に書かないでね。はい。で、1人2問まで。で、質問したら5日間空台を開けてください。お願いします。はい。では、1個目。中川翔一さんは自殺で間違いないのか。困ったな。死因か。どうしよう。死因はあんまり占いたくないんだけど、こうしよう。自殺って占いたくないから、事故、事件、その他。その他だよ。自殺は多分。事故、事件、その他。なんかもう、ちょっと質問の仕方を工夫して、あんまりね、自殺ですかって聞きたくないよね。ちょっと占い師としてはね、死因みたいな。事故にあったのか、事件にあったのか、その他、何かにあったのかだったらなんかちょっと、死因っぽくないじゃん、なんか。事件、事故。当日、事件、事故、その他。はい。事件、事故、その他。はぁ。その他。キーカードが世界だね。事件、事故。この場合さ、いいカードなのかもね、イエスって。その他。事件と事故、両方イエスって出ること、多分ないもんね。多分これらは違うんだろうな。その他自殺。そうだね。こう、自作イエスって書いといてください。めっちゃ小声で。いや、あんまりあれだよね。あんまりだなと思って質問。私が占うとしてはなんかね、あれだなと思って。はい、続いて、JO1 大好きです。新曲でやっとバズり始めました。今後 JO1 の人気は上がるか。JO1 また占おうと思うけど、改めて。取り急ぎの人気が上がるか。紅白も決まったんだっけ？違ったっけ？そうだよね、多分ね。人気は上がりますか。肯定。ズバッと出ました。ああ、イエスかな？イエスだけど、まだなんか狭い世界な感じがする。人気は上がるよ。上がるんだけど、世の中一般的にこう周知されてみんな広い世界で知られるみたいなのは、もうまだちょっと足りない感じ、狭い感じがする。イエスなんだけど、まだ若干世界が狭いので、もっと広がるといいなっていう感じですね。はい。続いて、プロ野球日本一になるのはどのチームですか？ごめんなさい。これ終わっちゃったよね。終わっちゃったよね。そうだよね。この前だって、大阪のサイン会に行った時に、オリックスのパレードをやってたもん。そうだよね。そういうことだよね。続いて、韓国のアイドルグループ。なんだ、韓国ついてるな、今日は。アイズワンの再結成はあり得るのか。全く分かってないんだけど、占うは。アイズワンの再結成はあり得るのか。皇帝死神忍者戦車。ズバッと出ました。なんか、アイズワンっていう名前じゃなくて、違う名前での再結成みたいなのあり得るかもよ。イエス。うん、違う名前になって復活するみたいなのはあるかもしれない。で、岸田さんが息子を政務官にしましたが、それは政権にとっていいのか悪いのか、国民にとっていいのか悪いのか。
で、私が返信で、これは今日撮影する予定ですって言ってるから 日にちがわかるよね。うん。そう、その頃のやつです。はい。なので、これは占ったから割愛で。出た、ガラスの仮面。ここで初めてガラスの仮面の質問が出るんだ。これ以降ガラスの仮面の質問が一番多くて、すべての質問の中で一番多いのはガラスの仮面が完結するかなの。これ以降のガラスの仮面の質問は、省くかもしれないけど、自分の読まれなかったって、思わないで、ここで言っちゃうよ。5年以内に完結しますか？いや、本当に多くてですね。ガラスの仮面。みんなそんな気になってんだなっていうくらい、むちゃくちゃ多かったガラスの仮面の質問が、この後怒涛のガラスの仮面ですよ。そう。この日まででも出なかったんだなと思って。すごいね。長いね。ぐしゃ！ 全然終わらなそうな、始まっちゃいそうなカードが出たんだけど。始まりのカードが出て戸惑ってんだけど。終わるか？終わるかな？ズバッと出ました。終わんないかもね。完結って感じじゃないな。なんか、どこまでも続いていくみたいな、タワーが出たのは気になるけど。ちょっと、ガラスの仮面多かったからさ、もう一回聞いていい？小あるかな？もう入れて聞いていい？なんで始まりのカードが出た？ガラスの仮面は、5年以内に完結するか。困惑するよね、始まりのカードとか出ると。なんだろう、むしろもう終わらないっていうのがこの作品の、何？姿。人生は終わらないよみたいなのを表してますみたいなさ。その終わらないことが、その姿が表現とか、そういうこと。終わりますか？ソードのさん。ハートブレイク。終わるか。完結するかでしょ？ズバッとしましたな、シャッターズバッとしました。完結しないと思う。完結しないで、なんだろう。例えば作者の方がもう書けなくなっちゃったとか、もう病気とかね。怪我とか病気でもう倒れて、もう書けなくなっちゃいましたとか、なんかそういう終わり方じゃない？さっきのタワーといい。なんか胸を痛める、なんか中断の仕方みたいな。話は全然完結はしないと思う。でもそれでいいんだと思うよ。だって太陽とか出てるし、さっきのもさ、多分、そう、こう質問多かったらか、かったから語るよ。終わらない美みたいな。終わらないのは美しさみたいな。世界って終わらないじゃない。ずっと永遠に続いていくじゃない。そういうのを表現するんじゃない？わかんない。私読んだことないけど。読んだことないくせにこんな語ってんだから。なんとなく、カードからそういうことを感じたけどね。それでいいんだよ。終わらなくていいんだよって言ってる。だから、終わらないことを受け入れて、皆さんも、この終わらないっていうことが、これの作品の表し方かったことなんだなって、それで、こう、納得していいんだと思う。続いて。よいしょ。安倍晋三さんと横田めぐみさんはいとこですか？消去しないで。ちょっと、今さ、動揺してカードをこっち側でやろうとしちゃったね。消去はしないよ。私は消去はしないけど。イエスはノー。すごい攻めてくるね、皆さんね。ここぞとばかりに攻めてくるね。玉木が絶対チョイスしないようなさ、そういうところを。いやー、繊細な話よ、これ。だって、ご家族からしたらさ、これ違ったら、何その話みたいな。いやー、自分の家族がそういうのされたら、嫌かなっていう目線でまず考えるんだけど、
嫌かなってね、私だったら思っちゃうかもしれないけど。と、まあいいや、うん。まあいいの、これ、いいの、すごい、もやるんだけど、個人的には。いや、個人鑑定とかでこっそり占うとかならいいよ、なんか秘密にさ。公の質問でちょっとここでやるの、どうしようかな、なんか私の手が進まないんだよな。なんか嫌な気がするの、なんか。ほら、手が、やって言ってる、やって言ってる。やって言ってるので、やめときます。混ぜたけど、やめときます。はい、手がやし始めた。続いて。キム・ジョンウン氏は2020年にすでに亡くなっていると言っていましたが、生存を占ってください。以前に占ってたらすいません。占ってるんです。占ってるけど、まあ占うか。生きてますかってだけ聞きますね。キム・ジョンウン氏、生きてますか？これもギリギリだ。本当はね、ギリギリだけど、過去に占ってるけど、からもういや、もう、何？第1号ってことよ。第1号。なんていうの、オリジナルの第1号の彼が生きているか。ノーかなー。うん、ノーですね。ノー、うん。生きてないと思う。はい。続いて。これもね、すごい多いんだ。日本で安楽死が合法になるか。確かに考えるよね。自分が、もう動けませんで、介護が必要で、ね、家族にめっちゃ迷惑かけてますみたいな、だったらちょっと選ぶかもね。選ぶと思う私。迷惑なんで私みたいなね。選びたいよね、ちょっと。うん、そう。これできたら選ぶ人結構多いんじゃない？安楽死が合法になるか。いや、楽に死ねるならね、それもいいしね。なんか。スーってこう楽にこう眠るように楽に死ねますよみたいな。ならね。それ最高の死に方じゃん。なんか苦しんで、わーってなりながら死ぬよりさ。なんか、今がこう死に時だなみたいじゃないけどさ、うん。自殺は苦しいじゃん。辛いじゃん。楽に死ねるならなんか、もう周り中に迷惑かけてるって思ったらなんか、で合法だったら私は、これは自分だったらありがたいかもなって思っちゃうんだけどね。神様が許してくれるのかどうかみたいな倫理的な話になるけどさ。どうなんだろうね。日本の神様、その辺許してくれるのかな。はい。安楽死が合法になるか、ならないかな。死神とタワーが両方出て、あ、すごいね。すごいね。三つ出たよ。タワーと死神と悪魔が。強烈だね。ならないと思う。無理だと思う、日本では。これ、ノーですね。で、すごい気になるから聞いていい？日本の神様的には、日本の神々からしたら、安楽死って、こう、許してもらえるようなものなんですか？日本の神様。もういいよ。この際、ちょっと西洋の神様は置いとくよ。日本の神様に聞くよ。日本の神様的には、安楽死みたいな死に方は許してもらえるものなんでしょうか？許さないか。そっか。許さない。ズバッと出ました。うん、ちょっと正しくないかな。それは不自然だよねって言ってるね。そうだ。まあ不自然っちゃ不自然なんだけどね。ああ、そうっすか。そうなんだ。でもさ、かといって、でね、今後どのぐらいまでこう人の寿命が伸びるかもわかんないしさ、本当は人体って40歳くらいで死ぬ設計でできてんでしょ？それをさ、100歳とかむちゃくちゃだよね。その設計にできてないからさ、認知症もなるしさ、もう歯もボロボロだしさ、内臓もそう、癌とかにもなるよね、そりゃね、と思って40歳寿命の設計でできてるなら、あーん。そっか。合法にならない。ということで、以降、安楽死についてのご質問は、この40回目で占ったよっていうことでお願いします。続いて、
ジャニーズ WEST は今年の紅白に出場できますか？これ、どうなのかな？内定ってもう、ちらほら聞くけど、ジャニーズ WEST。ちなみにこの前の関ジャニは、が出ない気がするって言ったの私。出るよね、絶対ね。あれは外している気がするんだけど、よっぽど当日アクシデントが、なんかこう、感染者が出て出れませんみたいなのがあるのかな。なんだろうね。わかんないけど。ジャニーズ WEST は紅白今年出れますか？審判。いいカードが出た。ズバッと出ます。いいカードが出たけど、皇帝が許してない。ああ、なんて言うわ。どうしよう。で、三角。マントね、今、迷ってると思う。出そうな気もするけど、出られそうな明るいカードもすごい出てんだけど、皇帝が許してないんだ。ジュリーさんなのか誰なのか誰かが、ダメみたいな。なんか、社内で揉めてるとか、そういう感じじゃない？違う？なんだろうね。ちょっと、三角。うん。微妙。はい。では、今日は以上になります。いかがだったでしょうか？じゃんけんいきましょう。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。